Hi, I hope you all had a wonderful summer vacation. ではまたお勉強頑張りましょう。Number one, その上の単語はもう分かってるよね。一緒に読みよう。せーの。It was the last day of the summer vacation. Fred made a pool with rocks and mud in the river by Meg's library. はい、夏休み最後の日。フレッド君は、プールを作りました。プールって学校のプールみたいのじゃなくて、ダムみたいなやつだね、ここはね。だって、with rocks and mud。岩や、その間に泥んこを詰めて、川をせき止めたわけ。で、プールにした。メグちゃんの図書館のすぐ近くに都合よく川が流れてるんだよね、小川が。もう一回読みましょう。せーの。Fred made a pool with rocks and mud in the river.次の文章、せーの。He liked diving in the cool, clean water. When he looked up, he saw bubbles. When の復習です。するとき、したとき。だから、diving、潜って、下から上を見たとき。ね。He saw bubbles。バブルガムのバブルだから。うん、これは泡です。泡が見えました。綺麗だよね。次、せーの。They were shining and looked beautiful. この look ってどういう意味？何々。見えるだよね。見える。綺麗に見えました。はい、次も、ready go。Fred thought, I had a great summer. School will start tomorrow.I am glad that I can play with my friends at school, but I don't want to study. 覚えるところは、I am glad that このだったこんなことだから嬉しいんだよ。後ろに嬉しい理由を文章で入れています。なんで glad 嬉しいのか。I can play with my friends. そうだね。学校に行けばお友達と遊べるし。それが嬉しい。で、もう一個覚えるとこ。I don't want to study. まあでもね、お勉強はしたくないよね。I want to study なら勉強したい。don't だからしたくない。はい、number two。ここは自分で読んでおいてください。河川引きよ、せーの。They looked like cotton candy. この they ってね、入道雲のこと。入道雲がたくさんもく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 。それをメグちゃんがライブラリーから見てるんだよ。で、その雲は、look like だと、何々みたいに見える。だから、cotton candy、綿飴みたいに見えた。そうだよね。夏の入道雲って素敵だよね。Number two、覚えるところはここだけです。でも、上手に読めるように練習しておいてくださいね。では、テストします。Number one。フレッド君はプールを作りました。ここまで。Okay. Fred made a pool. 何で？岩や泥で。これだけ言ってみて。With rocks and mud. で、川の中に。In the river. 全部つなげて ready go. Fred made a pool with rocks and mud in the river. ルイ君が応用が随分できるようになってきてくれて先生は嬉しいと思います。あとはね、ナンバーワンは全部一緒に読んでるんだから、覚えるところじゃなくても発音はできるようにしとこうね。はい、次の下線部。時から始めてね、彼が上を見上げた時。Right. When he looked up, 彼は泡を見ました。He saw bubbles.いいね。気持ちだろうね。ではもう一回全部 ready go. When he looked up, he saw bubbles. はい。僕は嬉しい。なんで嬉しいのか後ろ文章で理由を言うよ。っていうことは that でね、くくってね。僕は友達と遊べるから。Great. いきなりできた？結構難しいよね。せーの。I am glad that I can play with my friends. はい。僕は勉強はしたくないな。I don't want to study. まあでも学校に行けばね、楽しいよね。はい。Number two. それらは綿飴のように見えました。They looked like cotton candy.
例えば、カットンキャンディの次、メグってあるよね。その次の単語読める？もしわかんなかったらママにちょっと聞いてみてね。はい、1週目はここまでです。2週目 number 3。一緒に読むよ。Ready go. It was the first day of the new school year. そう、アメリカでは9月から新しい学年が始まります。だから夏休みが終わると1個上の学年に上がるということ。新しい学年の最初の日でした。はい、次せーの。Fred and Meg came in the new classroom together. まあ本当はね、子供たちのクラスルームっていうのは通常あんまりないんです。で、先生の教室が決まっててそこに移動するって感じかな。あ、でも最近そうじゃないのかな。で、新しいお教室に入ってきました。次覚えるところ、Ready go. They were glad to see their friends. 前回は嬉しい理由を that の後ろ。文章で入れてたよね。こういう説明ちゃんと聞いてる？でもここは以前通り、前に習った通り、なぜ嬉しいのか理由。お友達に会えたがために嬉しい to を使うんだったよね。もう一回 ready go. They were glad to see their friends. 耳で説明を聞いて理解するということができるようになると、中学校に行って、学校の先生が説明してくださることをその場で理解できるようになります。すごい大事なことです、この訓練。集中して聞いてね。はい、次。病気のがあったんだけど、あった。sick。で、産休を受ける人は念のため、ill。ill。というのも書いといてください。それも病気のという意味です。次が読みにくいよね。なんだっけこれ。うん、cousin。意味は？そう、いとこ。次もやってるんだけど、読みにくいよね。何これ。はい、village。何？村。次は何回もやってるから平気。はい、invite。どういう意味？うん、招待する。あ、読むのを忘れてしまいました。なんということでしょう。But look 2行目からいきます。ごめんね。いくよ、せーの。But look, Pablo looked very sad. そう、友達に会えて喜んでたんだけど、パブロ君が悲しそうに見えています。Meg asked, What is the matter, Pablo? どういう意味、What is the matter? うん、どうしたの？もう一個知ってるよね。So what is wrong? まあ英検だと what's wrong? What's the matter? 出てくるでしょう。で、確かパブロ君、おじいちゃまと一緒にメキシコから逃れてきたんだったよね。Is your grandpa sick? そう、ここに出てくるの。おじいちゃまが病気？お母さんも後から飛行機でやってきたよね。パブロ君のフルート演奏のおかげで。で、おじいちゃま病気？次、せーの。Pablo answered.No, Meg, he's alright. But Maria, my cousin, is not. おじいちゃまは大丈夫。でもマリアがね。で、ちょっと説明。my cousin, いとこのマリアが、マリアは is not alright ってこと。大丈夫じゃない。で、she lives in a small village in Mexico. メキシコの小さい村に住んでいるんだけど、次せーの。Her mother and father died, and Marie was alone in the house. うわぁ、まあでもね、こういうことが普通にあるっていう国もあるっていうことを覚えておいてください。メキシコがとっても危険とかね、特に言ってるわけじゃないんだけど、そういう国がいっぱいあるってこと。で、お父様やお母様が亡くなって、マリアは一人ぼっちだったんだよと。So, my mother invited her.で、携帯とか繋がってるわけだから。いらっしゃいよって招待してあげたわけ。で、次せーの。If she likes America and if she wants to study with me, she will stay with us forever. もし、だったよね、if。もし、はい、wants to は？うん、したい。もし、マリアが、彼女が僕と一緒に勉強したいなと思ってくれたら。で、she will stay with us. はい、stay with 誰々で、誰々のところにお泊まりするっていうことだったよね。forever というのは永遠に。
だからもしお勉強したいなと思ってくれたらアメリカも気に入ってね。僕たちとずっと一緒に暮らすんだよ。もう一回つなげて、Ready, go. If she wants to study with me, she will stay with us forever. そうだね、一人ぼっちで危険な村にいるよりは、来て一生懸命お勉強して、で、アメリカ合衆国で、また、一生懸命働いて将来税金払ったりすればいいんだろうと先生は思います。はい、Number four.河川部だけ行きます。せーの。Last week, she took a bus to come to the US. で、take a bus. Bath じゃないよ。bus。バスに乗る。take a train なら電車に乗る。で、先週、バスに乗って飛行機のね、チケットのお金はちょっと払えないので、長距離バスに乗って。で、何するために come to the US。アメリカ合衆国に来るためにバスに乗りました。その下か。arrive at。なんか一回やってるね。何々に到着する。まあ、arrive in の時もありますが、arrive、到着する覚えておいてください。get to も到着するだよね。何々に着く。大丈夫 ?get to も何々に着く。メモしたかな?その下の行。dangerous。デンジャラスって日本語になってるね。危険な。プレイスってなんだっけ?うん、場所。まあね、危険な場所も、どの国にもあるけどね。マリアのヴィレッジはちょっと危険な場所だったみたいですね。はい、次。She should come here to live with us. Should の復習。うん、するべき。彼女はここに来るべきなんだよ。何するために ?to live with us. us が難しいかも。でも6年生頭の片隅にそろそろ。僕たち。we はね、私たちはとか、僕たちがって必ず後ろにはとかががつくんです。we はね。ただ、僕たち。私たち。だったら us だよ。だから僕たちと一緒に住むために、ここに来るべきだよ。最後の行に maybe。これ先生よく言うよね。何 maybe。そうだね。きっととか、おそらく、たぶん。わからなそうな単語、サンディエゴというのは地名です。アメリカの中にある、都市の名前です。で、meet があるでしょ?そのサンディエゴの横、1行目ね。これ、会うじゃなくて、お迎えするって意味です。ここではね。そんなもんかな。ジェントーがあった。下から3行目。ジェントーって、ジェントーマンのジェントー。ルイ君みたいな子は、将来素敵なジェントーマンになると思います。優しいという意味です。そんなもんかな。それでは頑張って内容を読んどいてくださいね。テストします。Number 3。彼らは嬉しかった。that じゃないのでね、何したがために?彼らのお友達に会えたがために。Okay. They were glad to see their friends. はい、病気の。sick. もう一つ知ってるかな?うん。ill. いとこ。cousin. 村。village. 何々を招待する。はい、invite.もし彼女が僕と一緒にお勉強したかったら Yes, if she wants to study with me 彼女はずっと僕たちと一緒に泊まるんだよ。僕たちのところに泊まるんだよ。 Excellent, she will stay with us forever. ここも us が出てきたね。それでは全部つなげて Ready, go. If she wants to study with me, she will stay with us foreverはい、number four. 先週彼女はバスに乗りました。Yes. Last week she took a bus. took って何の昔?ちなみに。そうだよね。take. で、何するためにバスに乗ったの?アメリカ合衆国に来るために。うん。to come to the US. United States of America を省略して the US ということが多いです。では、つなげてせーの。Last week, she took a bus to come to the US. はい、何々に到着する。
Okay. Arrive at とか arrive in。もう一種類二個の単語で。そうだよね。Get to。はい、危険な。Dangerous。はい、場所。Place。彼女はここに来るべきだよ。She should come here. で、何するために僕たちと暮らすために。To live with us. 全部つなげて ready go. She should come here to live with us. はい、きっと。Maybe. まあね、メキシコにも素敵な、全然安全な場所もたくさんあるんです。全然メキシコが危険だって言ってるわけじゃないし、アメリカ合衆国がどこもかしこも安全だっていうことも全然ありません。どこの国にも素敵な場所、安全な場所と危ないところがあるんだと思います。ね。それではまた明日。バイ。